市民リポーターの山上恵理子です。今回のマイタウンマイガンバは今年ユースから昇格してトップチームに新加入した3人の選手にお話を伺います。よろしくお願いします。晴れてトップチームへの昇格を果たしましたが、いかがですか？まあ、レベルも変わりましたし、まあ、生活面でもこう寮から通うっていうまだ違ったユースの時とは違った生活なんで、まあ、そこが一番変わったところかなと思います。ユースと全然違うレベルなんで、もうプロに入ったんやなっていうのは毎日実感しています。2人は先発すれば寮に入ってるんですけど、僕はまあ自宅からなんですけど、まあ、サッカーの面ではすごいレベルの高いチームに入って、サッカーの面ではすごい環境はすごい変わったんですけど、まあ、普段の生活はまあ自宅からということで、まあ、電車でも通ってるし、はい、特に私生活の面ではそういう変わりはないですね、はいはい、では次に3人の選手がどんな人柄をしているのかということを知りたいと思います。まず大塚選手の長所、残りのお二人の選手答えてください。すごい僕がこう生意気なこと言っても、はい、まあ、特にこう激しくぶつかってくることもなく、すごいこうこう心の広い先輩人ですし、はい、まあ、プレー面でもすごいこう、まあ、自分とはプレースタイルは正反対なんですけど、すごいこう学ぶことも多いんで、まあ、すごいこういい先輩っていう、もうそのなんていうんですか、鏡ですね。怒らないタイプなんで、誰にでも優しいっていうか、そのいい性格ですね。では逆に大塚選手の短所を試合中って結構熱くなるところがあるんで、はい、まあ、そこはまあ唯一の短所ですね。野球の方が好きっていうか甲子園見に行ったり阪神見に行ったり巨人好きとか言ったりそれはいいんちゃう、どっちが好きやねんっていうでは次に菅沼選手の長所、間違いなくこの体ですねすごいと思います。これはもう当たり負けしないですし、まあ、だからサッカーでは本当に俊也がディフェンスにいたらまあ安心というか、まあ、安心感がありますね、はい、こう後ろからすごい声かけて自分を引っ張ってくれるんで、まあ、自分がこうそういう結構精神的にこう緩んじゃうっていうか、そういうタイプなんで、こう後ろからすごい声かけてくれるとありがたいし。では短所を教えてください。まあ、すぐ切れること短所なんてないでしょね、うん、いや、まあたまにこう、はい、結構ちょっと生意気なこと言っちゃうと結構こガツンと結構その辺はこう優しくしてほしいなと思いますはい、では最後に宇佐美選手の長所を残りの2人の選手お願いします。長所長所困るな困るな、そこ短所しか見当たらないこの年でプロに上がって本当やったら多分天狗になると思うんですけど、こいつはもう全然天狗ならんと、うん、サッカーが好きっていうのもあると思うんですけど、もう一人でずっとボール蹴ってやってるから、そこはほんますごいと思いますね。はい、まあ、まず言葉遣いですねタメ語やし、まあ、タメ語はいいと思うんですけど、まあ、時にやっぱ調子乗ったこと言いすぎるというか、はい、サッカーに年関係ないとかありますけど、はい、こいつはほんまにそれ意識してなさすぎて先輩って思ってないから結構俊也君には俺使ってると思うんですけど、はい、いや俺には使う、翔平君にはゼロゼロ使う、はい、では最後に応援してくださる市民の皆さんにメッセージを一人ずつお願いします。でチームに貢献できるように頑張るんで応援よろしくお願いします。早く万博のピッチに立てるように頑張りますのでよろしくお願いします。個人としては本当にもっと試合に関わっていくように頑張りますし、チームとしては本当に全体を目指して頑張るんで応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。さてここでプレゼントのお知らせです。今回ご紹介した3選手のサイン入りトレーニングジャージをお一人に、オフィシャルイヤーブックをお二人にプレゼントします。はがきに必要事項を記入の上、ご覧の宛先までご応募ください。以上マイタウンマイガンバでした。